そう、ブレーキフルードですね、それをちょっと見たい。うん、ちょっと色がついてるんでね、まあ、初めからそういうブレーキフルードということならいいんですけど、まあ、おそらくそういうことではないと思うのですよ。はい、なんかね、このドラキュラの棺桶みたいな形してるのが面白いですよね。はい、でこれをねちょっと開けてみますね。はい、おお、熟成の進んだウイスキーみたいな色してんじゃない。なんでだろうね。だからこのブレーキを製造してからは結構経ってんじゃないのかな。うん、そんな気はしますね。はい、だから本当は新車の時に一番最初に やっとくのが一番いい。もう半年でも、まだ半年なんですけどね、登録からはね。発売されてからもだから そんなもんですよね。去年のでこれおそらく、まあ、こういう状態だからうんね、こんなにやっぱりブレーキフルードはねいっぱいこっち側についてますよね。はい、これはちょっと掃除してきれいに洗ってね、で戻すと。で、フルードはとりあえずほらね、こんな感じ、こっちから見るとこういう色なんですよ。で上から見るとほらもうこんな色ね。だから反対側もそうですね、こっちもこれ同じような色してるから中はやっぱりこういう感じじゃないですか。だから、うん、まあ交換するね、そういうことです。そんな大したことじゃないです。はい、それ交換してそれで、お渡しするっていうね、うん、やっぱりね、うん、そう、ハンター株大丈夫かな。ハンター株ももしかしてダメ、変えなきゃダメかなね。えちょっともうそうするとほら販売店の負担が大きくなってくるっていうね、あれもあるんですけど、まあほら納車整備代みたいのをいただいてるんだったらね、ほらもうそれはもう当たり前なんで、はい、ただほらこれは中古でしょっていうねあれなんですが、半年経ってるっていうか半年しか経ってないから、新車の時からもうやっぱかなり色はついてたんじゃないかと思います。はい、だからね、うん、まあお店によってはいや変える必要ないと思いますよ、新車なんでっていうところもあるだろうし、あもうこれはもうもちろんあの買いますっていうところもあるでしょうし、まあそれぞれなんでね、うん、店選びっていうことで、ね、そういう店を選んでいただければと思うんですけど、まあ、うちがディーラーだったら、あ、新車なんで大丈夫だと思いますよ、3年後に交換してくださいって言うかも。そんなこと言う？まずいな。やっぱりね、ほら、ディーラーっていうのは、ね、のメカニックだったら、やっぱりほら、それなりの、あれがありますから、説得力がね、そう、町のバイク屋さんの説得力は危ないからね、それただ儲けたいだけでしょっていうふうに言われちゃうと思っちゃうからね、うん、いや別に交換しても別に儲かんないね。納車の時だから、うん、で、まあ、納車整備っていうのはね、はい、必要なんだなっていうことをつくづく思うんですけど、うん、まあかあれだね、こういうのはね、うん、そうで、で残念なことにね、私ね、これ155なんですけど、いわゆるね、ヤマハの K2 輪って、今買えるところが限られちゃってるんですよ。そう。YSP とアドバンスディーラーっていうね。うん。で、昔ながらのお店もあるんですけど、昔からやってるとこね、そういうとこだと126以上のオートバイを扱ってるところもあるんですけど、まあ、実質もう、やらないでしょっていう、もしくはやれないでしょっていうような感じにされちゃってるんですよ。まあ、仕切りの問題とかね、そういうんでね。あと車両をじゃあ出してくれるのかっていうところもあるし、最終的にはもうそこに行き着いちゃうし。だから、そうなると、まあ、何を言わんとしてるのかというと、買えるところが限られてるっていうね。うん。欲しくても、まあ、例えば、そういう、まあ、納車整備とかをちゃんとやるような店ね、あ、これはもう交換しなきゃダメですね、うちはやりますっていうようなところで買いたいと思っても、そういうお店がやってないっていう。そう、どちらかというと
大きいね、うん、あ、もうこん問題ないですよ、こんなもんだと思いますよって言ってしまいそうな店、そんなことないですよね。そんなことないですね。YSP はそんな店じゃないよね。うん、YSP は大丈夫だと思うけど、他のお店ね、そう、大丈夫か、それで。ね、そうそう、問題あるんですよ。で、さらに、まあ、さらにというか、なんか問題というか、一番のあれは、結局、こういうのって、コミューターっていうタイプでしょ。まあ、趣味で乗る人ももちろんいますけど、どちらかというと、スクーターでね、一応、ほら、125だと、有料道路走れないし、ちょっと大きい方がいいって言ってね。で、そうすると、京葉道路とか走れるんですよ。無料区間とかあって。ね、そういうとこも走れるんですよ。だから、そういうの買うっていうね、方もいらっしゃると思うんですよ。でも、お店を絞っちゃってるから、メーカーが。そう。で、川崎は400で区切ってる。ね。ホンダは250で区切ってる。そして、ヤマハは125で区切ってるんですよ。で、結局ね、125で区切られちゃうと、辛いですよね。うん。特にこういうオートバイってほら、ね、いや、本当分かってる人が何人か買っていただければ結構ですっていうものじゃない。どちらかというと、いろんな方に乗っていただきたいっていうタイプだと思うんですよ。それなのに販売店がないんだよ。だから余計売れないですよ。結局そこに行き着きますよ。だって近くにお店なかったら買わないでしょ。ね。ね。だって、ヤマハだったら大丈夫。そう思ってる方もいらっしゃると思いますけど、ね、だから遠くで買って、売ってるお店で買って、ね、って思ってる方もいらっしゃると思うけど、でもやっぱり、できればね、その近所のお店で買って、それで近所のお店で面倒も見てもらうっていう方がいいじゃないですか。そんなこと思いますけどね。でもそれを、うん、ヤマハは良しとしてないみたいでね。そう。これが、例えば、ね、R7、R03 だとか、ね、MT03 だとか、まあ、そのあたりだったらまだまあいいですよ。わかりますよ。うん。だけど、大丈夫だね。はい。やっぱり、このあたりのバイクっていうのは、やっぱりいろんなお店で買えないと、うん、ちょっとやり方失敗してる気がするな。うん、それはまあね、私が言うことじゃないけど、ちょっともう少しね、社長を考えた方がいいね、ヤマハのね、うん、お店を区切るところを間違え、車両のその区分するところ間違えてるような気がする。でないと結局売れないってことになっちゃうから。そう、厳しいんじゃないですか。なおさら厳しくなる、うん、だって売れなくていいわけないでしょ、ね、別に売れなくたっていいんだようちはっていうお店はないと思う、メーカーはないと思うんですよ。そんな余裕はないと思うんで、うん、だからやっぱりせめてね、250で区切ってね、うん、車検があるなしで区切った方がいいんじゃないかっていうね、うん、そんなこと思いますけどね。川崎の場合は車検のあるなしで区切っちゃうと困っちゃうから、そうね、250以下になっちゃったらもう乗れる、売れるバイクなことなくなっちゃうから、もう販売店やめろって言ってるようなもんになっちゃうからね、さすがにそれは厳しいだろうけど、だから400で区切ったんだと思うんですけど、あれも辛いよね、普通の、だから、いわゆる正規販売店って呼ばれているところはね、一気に売る車両が減っちゃったんだから、だってビッグバイクの川崎だから、ね、ビッグバイクの川崎なのに、ビッグバイク売れないんだもん、400までしか売れないんじゃね。厳しいですよね。まあメーカーのね、やっぱりやることだから、うん、しょうがないんですけど、そう、私関係ないからね。話10分の1ぐらいで聞いたね。ね、はい。そうね、ほとんどなんかデタラメなこと言ってるよこれって思っていただければ結構ですね。はい、それぐらいで大丈夫です。ただね、やっぱりね、せっかくね、ほら、だから。マジェスティ S もそうだし、まあ、250クラスのまあミッションバイクだったらまあしょうがないと思うんですけど、やっぱり120、150とかのやっぱりスクーターですよね、要はね。それに関してはやっぱり普通のお店で買えるようにしといた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。そう、車検のあるいわゆる陸運局なのか市役所なのかっていうね、
ん、管轄がね、それで分けてるわけですよ。でもちょっと違うかな、うん、そう思いますね。やっぱ変えるとこ少ないと辛いと思いますけどね。まあそれでもすんげえ魅力があってね、もうボンボン売れるような車両だったら別なんですよ。そう、でもそうじゃないでしょ、現実はね、現実ですよ。そこに残ってる気持ち、そこの方に茶色いのがまだ残って綺麗には入れ替え、あの全部取ってないんでね、空にしちゃうと OK、 綺麗になった。もう一回入れよう。こんなもんだったな、なくなった。まあいろんなやり方があると思うんですけど、やっぱり 賢いやり方してるなっていうところと、んちょっと外れてんじゃないかなっていう思うね、うん、結局ね、はい、でこんな感じでね、綺麗に、はい、でもちろん下も抜いてますから、まあキャリパーの中も多少は綺麗なのに入れ替わってるとは思います。はい、全部は綺麗に入れ替えなんですけどね、はい、いやもし全部本当にやろうとしたら、もうバラして全部一回洗ってそれで入れ替えですよ。そういうことになっちゃいますけどね、はい、うんね、はい、という感じでですね、こうやってやるね、うん、でこれ洗ってで綺麗にしてで戻すということですね、はい、ということで、うん、まあヤマハにね頑張ってもらわないとね、うん、せっかくね日本では2番目のメーカーですから、世界で要は日本で2番目ってことは世界で2番目のメーカーだからね、うん、まあただ販売台数だけいくと現実問題はもしかするとインドとかのメーカーに、ま、あのやられちゃう可能性もありますけど、自国だけでもすごい数売れるんで、ただやっぱりグローバルなメーカーとしてはね、やっぱり世界で2番目ぐらいのメーカーですから、やっぱりね日本での販売っていうのももう少しちゃんとやってほしいっていうかね、うん、あまりにも、まあ、メーカーにはメーカーの言い分があってね、今までの販売店のやり方が気に入らないと、ね、何でもかんでも値引きして売ってもう、いわゆる車両の価値を下げるみたいなね、うん、そういうことをやってきたじゃないかっていうね、うん、いや安く出したらどうせ安くするんだろうっていうまあそのあれも分からないでもないですけどね、うん、ただやっぱりね、そうは言っても売ってるお店が減っちゃえばそう現実の問題として売れなくなる可能性ありますからね、はい、もっとね、うん、はい、だからなんとなくね、うん、もう少し賢いやり方した方がいいんじゃないかなっていうか、考えた方がいいんじゃないかなっていうことを私が思ってるだけでございます、はい、どうでもいいことでございます、はい。